500円硬化。銅72%、亜鉛20%、ニッケル8%の合金性。洋白とは、銅と亜鉛とニッケルから構成される合金である。その割合は用途に合わせて様々に調整されるものの、これらの元素の内銅の含有率は50%を超えている。洋銀、ニッケルシルバー、ジャーマンシルバーなどの別名を持つ。また、スペイン語では、 アルパカと称される。銅50から70%、ニッケルを5から30%、亜鉛を10から30%配合した銀白色の合金で、柔軟性、屈曲加工性に富み、耐食性にも比較的優れている。成分比の例としては、銅ント、亜鉛ント、ニッケル18%からなる c u 2 7 z n NI 合金が挙げられる。引っ張り強さなどの機械的性質においては、王道より優れている。一般には、NI が増すほどバネ性が、ZN が増すほど強度が、CU が増すほど転延性が上がる。また、一般的な金属と同様に導体である。一定の通電性を有し、加工が比較的容易であることから、鉄道模型のレールにも盛んに使用される。この他にも、 例えば、送信具や電気抵抗線、バネ材料、楽器の材料として用いられる。洋白に銀メッキを施したカトラリーは特に洋白銀器と呼ばれる。また、効果の材料として用いられる場合もある。日本において2000年以来、2018年現在においても、発酵が続けられている500円効果は、銅72%、亜鉛20%、 ニッケル8%の合金性であるが、貨幣の世界ではこの合金をニッケル王道と称し、造幣局もこれを材質の正式名称としている。貨幣でいう陽銀貨とはニッケル成分がさらに少なく銀や鈴を混入したものを言い、19世紀にスイスやオーストリア、ドイツで小額効果に使用された。日本でも 用銀貨と称した十円用銀貨が製造されたことがあったが発行されなかった。なお、同じ19世紀に東アジアで貿易に使われた銀貨も用銀と呼ばれるので区別を要する。ありがとうございます。